ちょっと待てよ、ケン。あの巨王が名代様だってのか。俺はそう思っている。本当なのかよ、それ。じゃあどうして名代様はエデンを攻めるような真似を。あれは信仰という名目で定期的にエデンの様子を探りに来ていたんだ。様子を探るって何を。スフィアシティの謎が守られているのか確認したかったんだ。そうか、いつ核ミサイルの発射施設ってバレるか分かったもんじゃねえからな。ナダイはスフィアシティの扉が閉じたことを知っていた。ミサイルが発射するまでの残り時間を確認するため、これまでにない大規模な進行をしたんだ。では先日の進行もそのために。だけどもよ、様子を見るためだけにナダイ様は巨王軍を作ったっていうのかよ。もともと巨王軍はエデンを狙う野党の集まりと聞く。奴らを自分の配下にしておけばエデンへの脅威もコントロールできると考えたんだろう。なんてこった。父が生きていたなんて。私はてっきり死んだものとばかり。貴様、俺は今から今日に会いに行く。今日、いや、ナダイを説得すれば起動した核ミサイルの発射を止められるかもしれん。そんなもん、どうやって止めるって言うんだよ。いえ、可能かもしれません。剣王様の話では父の剣で扉を開けられると言っていました。父さえ協力してくれればスフィアシティの扉は開けられるかもしれません。ああ、そして俺が奇跡の間で眠るユリアが目を覚ます前に連れ出しミサイルの発射を止める。確かにそれなら止められるかもしれねえ。今日の根城はどこだ。知っていればこっちから攻めるぞ。そうか、何か手がかりでもあれば。しかし今までの進行頻度からそう遠くない場所だと私は睨んでいます。町で情報を集めてみましょう。城門を開放したことにより外の人々が多くこのエデンに集まってきています。何か知っているかもしれません。ああ、ちょっとハンター、勘弁してくれよ。俺の素性がバレちまったらエデンにいられなくなっちゃう。最近になってやっと誠実な仕事ぶりが認められて親方に評価され始めたってところなのに。すまん。ちゃ、まあいいや。それで巨王軍が何だって。巨王軍が今どこにいるか何か知っていることはないか。それを知ってどうするつもりだ。今日に会いに行く。本気か。ああ。そういやあんたは巨王軍を撃退した男だったな。エデンの平和のためにってことだな。分かったよ。巨王軍ってのはずっと移動してるんだ。少なくとも俺は根城みたいな場所に行ったことがねえ。次から次へと移動してしばらく荒野のど真ん中で駐留するんだ。それが辛くて巨王軍を抜けたってのもあるんだけどよ。偉くなったらそのうちいい場所に連れて行ってくれるんじゃないかって期待して頑張ったんだけどな。結局ずっと荒野暮らしだったよ。エデンが解放されて本当助かったぜ。知っているのはそれだけか。
慌てるんじゃねえよ。ここからが耳寄りの情報だ。強王軍はとどまる場所をある男の助言で決めているって噂を聞いたことがあるぜ。誰だ？荒野の賢者って呼ばれてるジジイらしい。何者かは知らねえが、その男が陣に来るとその日のうちに必ず移動の指令が下るらしいんだ。その男はどこにいる？確かエデンの南の岩山だと聞いたが、どの岩山かは分からねえ。まあ俺が知ってるのはこのぐらいだ。くれぐれも親方には俺の過去は黙っててくれよ。はあ。あんたが荒野の賢者だな。うん。なんじゃその恥ずかしい二つ名は。まあ強王軍の下っ端がわしをそう呼んでおるのは知っておる。でわしをその名で呼ぶということは、お前は強王軍の人間なのか？いや、強王名代を探している。ほう、ずいぶん物知りだな。無視してやろうかと思ったが、お前に興味が湧いたぞ。時間がない。早く強王軍の居場所を教えてくれ。おい先短いわしに時間がないとはよく言うわ。まあもうすぐ全員死ぬかもしれんけどな。時間がなくて強王に会いたいということはスフィアシティの話だな。はあ。残念だが、強王軍の居場所は知らん。あんた。理由は簡単。わしは常に名代様に呼ばれて陣に行っているからだ。どういうことだ？わしはな、もともとはエデンで名代様に仕えておった。今もその関係は変わらぬ。わしは名代様のもう一つの目。名代様と一緒にスフィアシティを監視しておるものだ。名代様がお望みの時にわしが見たスフィアシティの様子を話しに行っていただけ。それだけじゃ。そうか。まあ待て、一つだけ良いことを教えてやろう。最近名代様に呼ばれることが減ってな。もしかするとずっと近くで見ておられるのかもしれん。あるいは最近足腰が弱っておるわしに気を使って他のところからスフィアシティの情報を得ている可能性もある。何にせよ様々なところへ行き、多くの人に耳を傾け、その話を紡げば真実が見えるやもしれぬ。あら、いらっしゃい、ケンシロウさん。今日も闘技場で一戦やってく？今日は違う。わかっているわ、冗談よ。話はジャグレから聞いているわ。強軍の根城を探しているんでしょ？ああ。だったらさっき、ここの客から聞いたとっておきのネタがあるんだけど。
あんたに教えてあげようかしら。なんだ。京軍は特定の居城を持たず、荒野の一角に陣を張っているそうなのよ。それで昨日お客が見たっていうのよ。京軍が張っているっていう陣を。それはどこだ。エデンから東の方角らしいわよ。でも行くなら急いだ方がいいかもね。奴らは一箇所に長くはとどまらないはずだから。礼を言う、ライダー。暇ができたらまた闘技場にエントリーしてね。あんたが戦うと客も喜ぶから。てめえは確かエデンを攻めた時にいた。今日に伝えろ、ケンシロウが会いに来たと。バカか貴様、今日様は今奥でお休みになっておられる。どうしても会いたいって言うならてめえの首だけ今日様に持って行ってやるぞ。戦いに来たわけではない。今日に合わせろ。そうすれば死なずに済む。うるせえやつだぜ、おめえらぶった切っちまえ。やっと来たか、ケンシロウ。ナダイ、お前とキサナの過去も全て知っている。今はもう話し合っている時間はない。すぐにエデンへ来てくれ。どういうことだ。タルガ、ナダイはどこへ行った。あの方はもうここにはいない。どういうことだ。ナダイ様なら核ミサイルを止めるためスフィアシティの扉へ向かったよ。なぜこんなことをした。君はユリアって女を助けミサイルも止めたいんだろう。だがナダイ様はそうは考えてはいない。あの方は確実にミサイルを止めるためその女を殺す気だ。だから僕はこうやって時間稼ぎを任されたんだよ。なんだと。さあこんなところで僕に構ってていいのかい。今頃愛しのユリアちゃんはどうなっている頃だろうね。